やばいっすよ桐生さん、ジャスティスメンバーが大勢やってきました。いよいよお出ましになったか。まだそんなに多くはないはずだ。今のうちに叩いちまおう。そうっすね、派手にやっちまいましょう。よし行くぞ。もうこんなにメンバーを送り込んできてんのかよ。ジャスティスの総メンバー数を考えたらこんなの序の口さ。これも倒せないようじゃ何も始まらない。知ってはいたけど、やっぱりとんでもない相手っすねジャスティスは。ああ、だが俺たちはそれを倒さなきゃならねえ。相手がどんなに強かろうがな。それが男ですよね。よく覚えてるな。まあそんなところだ。さて、雑談は終わりだ。お前ら行くぞ。おう、うす。おらおら、行っちゃうぞバカ野勝利だ。よーっ、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。よっしゃ、やりましたね桐生さん、ジョーさん。俺たちも最低限の戦いはできるってことだな。ブラボーブラボー、ついてるね、乗ってるね。ん、この声はやっぱり矢野か。久しぶりじゃねえかジョー君よ。こんな田舎町に出戻りしちゃって哀れなもんだね。なんだこいつは。あんたが桐生とかいうおっさんか。どうもどうも、俺はジャスティスで敏腕プロデューサーをやっている矢野トールっていうもんだ。以後お見知りおきを。何なんだこいつは。ジャスティス六強人の一人、矢野トール。六強人の切り込み隊長と言われてる男です。もともと窃盗や詐欺のスペシャリストとして有名だったところを岡田に引き抜かれたんです。今のジャスティスの軽犯罪担当ってとこですね。人を騙して裏切って金を取る、せこい男ですよ。おいおいおい、そりゃねえだろ。昔の仲間にえげつないこと言うね。それに俺は敏腕プロデューサーだって言っただろ。若い連中に金になる仕事を一生懸命プロデュースしてやってんだぜ。何がプロデューサーだ。
前のせいで何人牢屋にぶち込まれてると思ってんだ。おお、細かい。やだね、細かい男は。ジャスティスが潤ってんのはなんだかんだで俺が稼いでるからなんだぜ。おい、そんなことはどうでもいい。お前は俺たちを倒しに来たんだろう。まあまあ、そう焦るなよ。俺も長旅で疲れてんだよ。今戦う気力なんてねえんだ。それに何気に尾道に来たのは初めてだよ。ラーメンでも食って観光でもしようかと思ってんだよ。だからお前らを殺すのはもうちょい後にするわ。ちなみに今お前らが倒した奴らなんかほんの小手調べだ。これからうちの連中をガンガンつぎ込ませてもらう。まあそいつらと遊んでせいぜいヘトヘトになってりゃいいさ。お前らがヘナヘナになったところを俺はちょちょいと刈り取らせてもらうよ。この野郎。俺は他の六強人の連中と違って頭がいいからよ。そんな感じでよろしくな。じゃあまあ俺が観光終わるまでは生き残ってくれよ。なんか頭に来るやつですね。本当に強いんすか。ああ見えて相当な実力者だ。対抗するためにこっちも準備しねえとな。